宝くじの収益金は町づくりに役立てられている。一般財団法人日本宝くじ協会は地方公共団体が発売する宝くじに関する調査研究、普及宣伝に関する事業を主たる目的として設立された一般財団法人、元総務省所管、1964年4月1日設立。収入は宝くじの収益金の中から、 普及宣伝の受託事業という形で配分されるものが大半であり、これらをもとに自治宝くじに関する普及宣伝を目的とした社会福祉事業、社会教育事業等に対する助成を行っており、宝くじ法として社会福祉法人などへの特殊用途自動車の寄贈や公営鉄道、第三セクター鉄道への鉄道車両の寄贈を行うことでも知られている。 数字選択式全国自治宝くじの抽選会場としても知られる宝くじ、普及宣伝施設、宝くじドリーム館の管理運営も行っている。2010年5月21日、日本宝くじ協会の言っている宝くじの普及宣伝の事業が、自治総合センターの普及広報活動、全国市町村振興協会の市町村振興事業に対する助成事業、 市町村振興宝くじ販売促進事業とともに行政刷新会議の事業仕分けの対象となり宝くじの収益のうち一定の割合が委託宣伝費として自動的に財団に割り当てられている制度の不透明性や天下りで就任した財団役員に高額な報酬が支払われている点を指摘した上で事業仕分けワークグループとして事業廃止の方向性が打ち出された ありがとうございます。